はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。今回のゲーム実況は、犬鳴きトンネルをやっていきたいと思います。こちらの犬鳴きトンネルは、福岡県宮若市楠谷郡久山町との境にある犬鳴き峠に実際にあるトンネルらしいんですが、私にはそんな実際に行くような勇気はございませんので、今回はこのゲームで、この、すごい怖い雰囲気のゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームなんか3つぐらいエンディングがあるんで、まずは何も調べずに行って何のエンディングになるかやっていきたいと思います。では、早速、スタート。今夜こそ、やってやる。やるんだ。俺にはこれしかないんだ。はい。オプション、はい。おー、録画。はいはいはい。おー、なんだろう、すごい古い感じだね。何、VHS 的な？お、これは？帰る。帰るってできるの？え、帰るってできんの？え、帰るってできんの？帰っていいなら、帰ろう。え？あ、なんだ、そんな感じで終わるんだね。びっくりした。もうなんかいきなり雑音が流れるからもうほんとビビるわ。あ、なるほどね。こう帰っちゃいけないんだね。とりあえず、一般車両通行禁止。ご協力お願いします。あ、ほんとだ、宮若警察署だ。これ実際の名前使ってんだね。架空の名前とかじゃないんだ。なんかでもさ、こういうのなんか急にバーン出てきそうで怖いんだけど。なんだろう、この古さがとても恐怖をかきたてます。でもこれ、でも行き止まりだよ？行き止まりだよ？なんだろう、この、これ電池減ったりしないよね？大丈夫だよね？登るのは難しそう。登るのは難しそう。じゃあ帰っていいの？でも、お？こういう、登るのは難しそう。お？お？ん？何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 ？今の資格？今の資格何？今の資格何？今の資格何？何？ねえねえ、今の資格何？顔が見えてたとかそんなのやめてよ。顔認証になってるとかやめてよ。え？あ、なんかあった。何？気持ち悪。これも？何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 ？この黄色いの。待って待って、このカメラは強い霊力を感知した場合、顔認証が表示される時があります。あやっぱり？なんでこの俺人形持ってんの？なんで人形持ってんの？怖い怖い、右下が怖いよ。強い霊力感じた時に、でもさっきここにいた時に、これ違うの？なんか反射してるね。あ、はしごがある！こんなとこに人形落としていいの？待って待って、待ってー。お、人形立ってる。怖い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 。これ人形持って帰って終わりとか。
いや。怖い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 。もう笑うことしかできねえよ、俺。とりあえず行こうか。顔がこう、ゆーらゆーらゆーら。怖えよ。行きます。はい。この人形持ってきたけど、なんか意味あんのかな？あ、もう帰れねえじゃん、そういえばこれ。一方通行やん。くらいくらい。あ、何かある。え？あ、水か。これは？ゴミか。いえ、は？あ？これさ、いきなりバーン。え、なになになに？水か、水？この、俺この人形持ってきてるけど、この人形を持ってきていいのかな？怖えよ。怖えよ。分かれ道じゃん。え？え？何か、え？気のせいか。え、どっち行こう？あ、三つ。こんな時は右から行く。壁を背にしとこう。壁を背にして。この人形を守りと、お守りとかそういう機能はないかな。怖え。え、俺以外が誰か歩いてる？怖い怖い怖い。いきなりこの人形が襲ってくるとかやめてな？そういうのはやめてな？結構長いな。走ることもできるんだ。いや、走らない。ごめん。これ、そもそも俺何しに来たの？この犬鳴きトンネルに。なんかやってやるって言ってよったけど、なんか取材かな？え？何？え？え？え？あれ？これ多分さっきの、あれ？じゃあこっち行くと元に戻るってこと？ちょっと走りまーす。こうすると多分元に戻るってことかな？え、じゃあさっきのまっすぐ行った時はどこに行ったんだ？トンネルだけど、これ車用とかじゃなくて、人用なのかな？だってこんな、ね、すごいグネグネしてるよね。いきなりこう、ブチって、電源切れたりしないでね。これが多分最初のとこ？だね。てか、このまっすぐ行ったらどこに行ってたんだ？行き止まりなのかな？あ、なんかある。なにこれ。え、なにこれ。今から2000年前、この村に、え？空から大きな黒い竜、黒竜が現れたそうな。黒竜は炎を口から出し村を襲った。人々は恐れをののき、黒竜に毎日手を合わせ、静まるよう願った。
すると黒龍は当時亡くなったばかりであった男の人の体を乗っ取り何か儀式をしようとしていた。村人は今がチャンスだとここぞとばかりに一丸となって黒龍を捕まえ石の下に封印した。そして黒龍が封印された石を守るよう一匹の犬が配置されたという言い伝えがある。今までは信じている人は少ないが、おじいちゃんが言うにはこの石森犬の子孫が白石さんの家の犬らしい。ほう。読み終えるってこれだけだよね。オッケー。え、これだけ？へえ、白石さん家の犬。へえ。そういうあれで犬鳴きっていう名前がついたのかね。で、じゃあとりあえず、こっちやね。とりあえず来た道の方戻ろう。この俺人形持ってきてるけど、なんか、なんか意味あんのかな？すげえ、ちょっと白い顔がよく見えて怖いんだけどね、右下。もうやだ。なんだろう、ホラーなんかやだ。やなんだけど、やりたい。怖いもの見たさってやつで、こうね。たださ、こういう和風ホラー、ダメ。で、このトンネル、どこまで続くの？なんでこっちだよね。お、明るくなった。すぐ暗くなった。でもさ、強い霊力を感じたら顔認証が反応するとか言ってたけど、この人形以外、なんか反応してたのかな、そこ。何これ。車。半分ねえっすよ、この車。どういうこと？怖えなぁ。分かれ道なかったよね。なんか浮いてる？これ、出る？出ちゃう？おー、外に出る。おー。トンネルから出たけど、またトンネル？何これ？おー、鳥居じゃん。あ、これなんか登れるんだ。ちょっと待って、登る方がやめとこう。犬鳴いてる。大破してる。転がってきたのかな？あ、トラックじゃない、トラクターだ。先にか、鍵。え、これ重機使えんの？すげえな。重機の免許持ってんだ。鍵。まさか鍵探すと思わなかったわ。鍵。ごめんなさい、これサイレンのネタですね。死人というのがね、鍵を探してるときに、鍵って毎回言ってんですけどね。ここ登んの？やだなぁ、神社とか、何今の何？あ、隙間か、これ。神社ほど怖いものはないよ。こんな時に。てか、もっと明るくしたい。暗い。暗い。ちょっと、え？今なんか足音聞こえなかった？誰かいますか？誰かいますか？誰かいますか？いたら、静かに返事して。こんな中入れって。
なんで人が死んでんのここ。どこどこどこに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 移すことはできないのかな。怖っ。なんで死体が普通にあんの。待って待って待って、普通に死体があるよ。いや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 、普通に死体あっちゃダメでしょ。なにこれ、何か置いてあったみたいだ。その辺に落ちていないか。あ、なんか引っ張る。あ、人形、なんか起きた。何か起きた。中で何かが起きたのか。さっきの顔認証反応したのが怖いんだけど。顔認証、もう反応してくれないのかな。どこに顔映ってるのかな？見えないんだけど。コントラスト上げたら見えるのかな？そこ？そこ？こういうのさ、見えないのが勝手に反応するの怖いんだけど。この死体がちょっとリアルで怖いわ。開いてる。あ、さっきの引いたことによって開いたんだ。なんかある。なんか床が抜けて。地震。やばいって。あ、折り鶴。あ、違う。白石さんの犬は毎日黒竜が封印されたという石の前に立っている。石に近づくものがあれば大きな声で吠え、決して近づくことができない。あの飼い主である白石さんですら石には近づくことができない。はい。でもさっき、これか。これ置いてこなきゃいけない。人形を持てないのも。あ、死体が落ちてる。待って、なんで死体が落ちてんの。人形、あ、人形宙に浮いてる。もう怖いよ。あ、またドロップ、はい。で、これ何、この鍵、あ、嘘、この人形ともおさらば、嘘。ごめん、ちょっと死体踏んじゃってるけど。なんかちょっと、寂しかったから、持ってきたかったんだけど。右手、今鍵持ってない。左手で持てるってでしょ。どうしよっかな。もう一回。ここに置いて、これ持ってって。で、ちょっともうちょっと先行って、で、ここで下ろして、で、今度鍵持ってって、どうしよう、エンジンかけてからもう一回取りに来ようか。ごめんね、ちょっと待っててね。また取りに来るから。怖えよ。さっきの地震で帰れなくなった。
わあ、マジか。もう帰れんじゃん。いやいや、ダメじゃん、ダメじゃん。帰れないと、ダメじゃん。はい。ウィーン、すげえ、重機運転してる。ピーピー、バックします。バックします。お、で、人形取りに行ってきます。ちょっとさすがに愛着が湧いてきたんで、ちょっと、さっきのね、和風人形、やっぱちょっと怖いんだけど、なんだろう、ずっと一緒にいるとさ、愛着湧く、あれ登れなく、あ、こっちか。あれちょっと待って。あれ登れなく、なってなかった。愛着が湧くからさ、やっぱちょっと、一緒にいたいじゃん。もしくは、お、いた。よいしょ。君に顔認証するのはちょっと怖いんだけどね。髪伸びたりしてない？大丈夫？髪最初どれぐらいか覚えてないんだけど。さあ、今回は、一旦この辺で終わろうかな。ね、ちょっとこれ何話か続きますんでね。引き続き、ご視聴お願いします。そして応援お願いします。ちょっと、配信と違ってコメントがリアルでないんでね、どんな方が見てくれてるとか、次楽しみにしてますか。その辺ちょっとお願いしますね。はい。はい。ということで、また次回お会いいたしましょう。じゃあねー。